行ったんですけど、もし、ここにね、いるはずの人がいないんですよ。でね、マラソンの方に、磯部と共に応援しに行っていて、一人でライブすることになったんですけど、いろいろと、また、初めてのことがあるので、支えてくれると嬉しいです。それでは、行きましょう。Stop!
ですね、未来へという曲で、まあその、まあ、曲の通り未来へ、まあ、くじけず進もうという内容になっています。ごめん、ちょっと水飲んでくるね。持ってくの忘れた。はい、ただいま。ていうか、そこで飲むか、真ん中で走って飲もうよ。次はですね、ママを怒らないでよ歌いたいと思います。この曲はですね、小さい子とかが、まあ、歌ってくれたらいいななんて思っています。怒られた時にね、ママ怒らないで歌ったらもっと怒られちゃうけど。はい、それではよろしくお願いします。Bye.
ママ怒らないででした。これね、さっき言うの忘れてたんだけどね、踊りもあるんだよね。覚えてくれるとね、嬉しいね。はい、飲まして。はい、次ね、歌う曲ね、猫だよね。じゃあね、質問します。猫好きな人、はい、あ、僕だけ、あ、いたあ、よかった。ですね、この曲はですね、猫が出てきます。そして感想部分、最初の方とかね、猫の鳴き声が聞こえてくるんですけども、その鳴き声ですね、全部自分がやっておりまして、レコーディングするときにね、すごい大変な思いもしました。そんないろんなことが詰まっている曲です。
りました。はい、ありがとうございました。次がね最後になっちゃうんだよね。だよね。それでねまたね質問自分の曲であと2曲あるんだけど、 7GB Over っていう曲と泣き顔ピエロっていう曲があるんだけど、どっち聴きたい？ピエロ。ピエロ。ピエロの人。はい。ピエロがいっぱいいる。はい、じゃあ飲んだら歌うね。じゃあ泣き顔ピエロ歌います。頑張ります。Yeah.
だあれ嘘なんだよ宣伝をしたいと思います。2月3月ですね、ここのおいそいちライブ、事情があって出られません。2月はですね、僕受験生でして受験のシーズンなので、お休みすることになりました。そして3月はですね、ボボさんと一緒に県庁の方で、ちょっと出ますので、もしよければそっちで会えるといいなって思います。2月3月、実はですね、毎月第1水曜日で第3水曜日にですね、ツイキャスというものをラジオをやっていまして、7時半からやりますので、もしよければねそちらの方に来てくれると、コメントしてくれると嬉しいです。そしてですね、僕のことをもっと知りたいよっていう人は、カムイキラってちょっと最初読めないと思うんですけどね。どうした？はい、こっちの名前の方で検索してくれると、ブログ、ホームページ、ツイッター、いろいろ出てきますので、もしよければね、遊びに来てくれると嬉しいです。はい、ですね、さっきまで歌っていた曲すべてオリジナルなんですよ。で、オリジナルなので CD を出していまして、あそこの物販の方で CD 売ってますので、他にもチェキとか、CD じゃないや、 CD は言ったな、キーホルダーを売ってますので、もしよければねそちらの方にも遊びに来てください。それではありがとうございました。